皆さんこんにちは、ボストンの佐藤陽平です。本日はですね、色学部、色を専門に勉強する、大学だったり大学院の準備の仕方だったり、授業の様子なんかをねお話ししたいと思うので、よかったら最後まで聞いてください。まずはですね、日本は大学の学部の方に色学部っていうのがあって、日本の色学部に入るには結構聴音の、耳のテストですよね。それが結構厳しいっていう話は聞いたことがあります。で、一方でですね、ヨーロッパの音楽大学はですね、入学試験にピアノ2台でオーケストラの音を鳴らして、実際指揮を振って、オーディションするっていうのは聞いたことがあります。で、それに対してですね、アメリカは実際のオーケストラを振ることがほとんどなんですよね。なのでやっぱり指揮が振れないと、どうしてもオーディションには受かんないんじゃないかなっていうふうに思います。基本的にアメリカはまず書類選考で、その時に、自分の経歴と、なぜ入りたいかっていう小論文と、もう一つ実際に指揮をしている動画を送んなきゃいけないんですよね。つまりそこからもう指揮が触れる人が前提でオーディション受けに来るような僕は印象があるんですよ。僕も後に大学院の時に結構やるんですけど、やっぱりこう指揮者って人望なきゃいけないわけですから、実際にオーケストラどっかで振る機会があればいいとは思うんですけど、大学の時に普通に過ごしてたらオーケストラですみたいな感じで触れる機会というのはほとんど僕ないと思うんですよ。で、実際音楽大学の大学のクラスで指揮のクラス取ったって、基本的にはこうペーパーの上でやる指揮の授業がほとんどなので、実際にオーケストラ触れることなんて僕はあんまり聞いたことがないんですよね。なのでどうにか友達に頼んで、指揮をね振るビデオを作らないと、そもそもオーディションが受けれないということになっています。基本的にアメリカの場合はインタビューがあって、大体個人的な、先生とのインタビューなんですけど、なんで入りたいかとか、いろんな質問されて、自分の経歴についてもいろいろ質問されるんですけど、大学院って2年間しかないんですよね。だから本当に何を学びたいかっていうのは具体的に生徒の方が持ってないと、ちょっとなかなか取ってくれるようなイメージがないような気がします。オーディションで受けるときに、実際そこの音楽大学の生徒たちがオーケストラで指揮して、課題曲をその場に行って、実際リハーサルをするわけですよね。そのリハーサルの様子を先生が見てて、たまには、後でオーケストラのフィードバック聞いたりなんかして、あと生徒を選んだりします。で、基本的に、アメリカでは応募が大体20から30、多い時で40人ぐらいで、二次選考、実際に指揮を、触れるところまで行くのが大体多くても10人から12、3人で、受かるのが1人か2人ぐらいなんですよね。結構狭き門だとは思うんですけど、その時にね、結構ねオーケストラの人たちが厳しい目でね、見ることがあるので、リハーサルテクニックはもちろん大事ですし、どうやって音楽を良くするか、どうやって自分の意思をオーケストラに伝えるか、そして瞬時にオーケストラの理解が得れるかとか、いろんなそういうポイントが見られるので、オーディション見ててもね結構面白くて、この人の同じ曲をやってるので、この人はこう気にしたんだな、この人はこう気にしたんだな、結構面白い発見、僕なんかも、見てて ありました。というのがね、実はオーディションです。でね、ここからね、後編になってしまうんですけれども、大学院に実は入ってみて、その後の、学生生活について語りたいと思うので、よかったら引き続きよろしくお願いします。